それでは明日の優勝戦の枠番抽選選択を行います。まず説明ですけども、1着選手優先順位の上位者が順番に予備抽選を行います。その後2着選手の優先順位上位選手が予備抽選を行います。そして1番から8番まで順番を決めて、その後1番の選手から枠番を選択していただきます。ということで、予備抽選の、引く順番ですけど、早川選手、金子選手、永井選手、有吉選手、鈴木一郎選手、青山選手、荒尾選手、秋田選手、この順番でまず予備抽選を引いていただきます。まず1着の1から4、まず早川選手から。何番？2番。金子大輔。1番。長井大輔。3番。有吉。4番。続きまして、鈴木圭一郎選手。6番。青山純平選手。8番。荒尾聡。5番。柿下。7番。はい。じゃあこの順番で枠番を選択していただきます。まず1番を引いた金子大輔選手、1回取って持ってください。1番早川聖太郎選手。2番永井大輔選手。3番で有吉達也選手。4番荒尾聡選手。鈴木圭一郎選手、滝下純平選手、頼みます。青山周平選手、任せください。はい、以上で枠番抽選選択を終わります。じゃあ置いといてください。ありがとうございました。